Thank you.
次は信濃松川に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the resort in Fukusato Rapid Service bound for 南小谷。 The next stop will be 信濃松川。民話の里づくりもんぺの会のものでございます。私たちは地域に伝わる民話を紙粘土の人形で造形し、また語り読み語りと本など出版しながら地域の人々に伝え、ふるさとを大切に思う心を育みながら、またこの地を訪れていただきました皆様方との触れ合いを大切に活動しております。民話の紙粘土人形は信濃大町の、駅第二待合室に展示してございますので、この後信濃大町でも停車時間ございます。よろしかったらぜひご覧くださいませ。本日は私ども、民話の語りを、2つ、聞いていただこうと思っております。また白馬の駅までの間、沿線のご案内をさせていただきます。本日の、語りは、民話はこの地を代表する泉小太郎と、それから西名三湖という湖の一つ中綱湖に伝わる湖の鐘というお話をお聞きいただきます。それではまず泉小太郎をお聞きいただきます。なお車内放送の関係上、信濃松川駅までで、前編を、信濃松川駅を発車した後後編をお聞きいただきますのでご了承くださいませ。それではお楽しみください。